ニガクリタケは、原タケ萌えギタケか萌えギタケやカクリタケ属のキノコ。有毒。毒性は強く多くの死亡例がある。ニガコ、スズメタケなどの地方名がある。ほぼ一年中見ることができる。新葉樹および紅葉樹の木材や、切り株などに発生する傘の直径が2から5センチメートル、低毒型のキノコ。傘は、染黄色から淡かし色。 用金時の被膜の名残が傘の縁や柄にあるが消失しやすい。名前の通り性のものは味が苦く飲み込まずに味見をすることで区別できる。加熱すると苦味は消えるが毒性はそのままである。発生場所や苦味の強弱などに際が多く見られることから形態がよく似た複数の類似種の存在が指摘されて、 いたが、2014年になって、日本産のニガクリタ竹には、ハイファラマファシキアレアの他に、日本未報告種の H サブバイライドが含まれていることが判明した。同種は、アメリカ合衆国、コスタリカ、ベリーズに分布する。北、アメリカ、ヨーロッパなどの地域にも分布する。毒成分としては、トリテルペンで、ステロイド骨格を持つファシクロール E、F が分離されており、 カルモジュリン阻害作用を持つ。ファシクロール類は苦味のもとでもある。しかし、ファシクロール類だけでは多彩な中毒症状を説明できず、致死性の毒成分は現在のところ未解明。1983年に千葉大食後3時間程度で症状が現れる。消化器系の症状が中心で強い腹痛、激しい嘔吐、下痢、乙寒など。 重症の場合は、脱水症状、アシドーシス、痙攣、ショック、手足の麻痺などを経て、神経麻痺、肝障害などを引き起こし、最悪の場合死に至る。しかし、一部には毒抜きをして食べる習慣のある地域も、ある。青森県の一家の中毒例。昭和31年5月3日、青森県津軽古書川原市の一家6名でつくだにに、して食したところ、 子供3人が2日後に死亡、13歳長女は4日後に死亡。共に6から8時間後に舌の痺れ、激しい嘔吐、その後意識不明、腹部から首にかけての死斑などが現れ、休三38歳の母親は一時意識不明になるが4日後に回復。46歳の父親も同様の症状を発症するが20時間で回復。両親が子供たちのために、 自分たちは少しだけ食べて、残りを食べさせたことが、子供だけ死亡した原因と見られ、今関む也は、涙ぐましい親心が、あだとなってしまったと評している。食用である栗竹と外見がよく似ている。他に奈良竹、奈良竹もどきと誤認される。トリウムやウランを蓄積しやすいとする報告がある。ありがとうございます。